今回は超リアルなマイクラモッドをプレイしていきます。どうもやさこじゃひのです。皆さんマイクラやってますか？マイクラには様々なリアルモッドが存在し、今までにも紹介してきましたが、今回は現実と思ってしまうほどにマイクラをリアルにするモッドをプレイしていきます。ということでモッドの世界に来ました。描画とか近づいてみるとわかるんですけど、草の細かいところとかすごいリアルなね、オリジナルのテクスチャが反映されててめっちゃ綺麗なんですけど、死ぬほど重いわこれ。ちょっと一回今回は1個レベルを下げたテクスチャでやっていきましょうか。ということで一つグレードを下げてきました。今までね、紹介したリアル系モッドは、自然をリアルにするモッドでしたが、今回のモッドは一味違います。何が違うかというと、はい、見てください。これ何かわかりますか？こちら、テレビとテレビ台です。そう、今回のアルティメットイマージョンモッドは、建築をリアルにすることができてしまいます。じゃ、ちょっとクリエでアイテム見ていきましょうか。テレビ台とテレビ以外にも、こんな感じに、現代っぽいアイテムが多いね。ソファーとかあるよ。大自然の中に、ソファーがね、置かれてます。これ回すことで角度ちゃんと変えれるんだ。いいですね、これ。これだけだったらちょっと階段ブロックとわかんないか。大自然に置くと全然階段ブロックですね、これ。他にも、コンロのさ、この鉄感というか、光感はすごいのに、炎だけなんかめっちゃチープなんですけど。他にも、なんと見てください。ゲーミング PC。これ右クリックすると、ビューイン、おー、光出した。ちゃんとね、こっちからもピカってなってる。フィジックスモッド入れてるんでね。ちゃんと壊すと、基板とか出てくる。こんなバラバラになるんだ。フィジックスモッドすごいんだよ。マイクラにないブロックもこんな感じにボコボコにできるのか。ということで、こんな感じに様々なアイテムが追加されるんですが、この追加されたアイテムを組み合わせることで、こんな感じにリアルなお家を作ることができます。見てください、皆さん。正直びっくりしたでしょ。さっきまで、いや、マイクラやんって思った人いっぱいいると思うんですけど、これは、現実だよね、これ。これ、マインクラフトってパッと見で言われても、皆さん信じますか、これ。外から見ていきましょうか。こちら、モッドを活用した配布マップなんですけど、見てください。何この3億円の家は。ヒカキンが住んでるのか、ここは。ヒカキンか、はじめ社長が住んでてもおかしくないぐらいの規模感のお家になってます。ちょっとね、ちゃんと玄関から入っていきましょう。外来ると、割とマイクラ感あるけど、じゃあ、こっから中に入って。このね、モッドで追加されてるのか何なのかわかんないけど、この鳥の音も、めちゃめちゃリアルなんだけど、僕の家の外から鳴ってるのかってぐらいリアル。お家に入るとこの透明な住んでる滝が迎えてくれます。そしてここはマイクラっぽい。こう開いて入るとなんと一気にマイクラ感が抜ける。すご。結構ね、海外で言われてたことだと、アンリアルエンジンを積んだみたいだみたいな、マイクラ版アンリアルエンジンと言っても過言ではない完成度となってます。パソコン、おっ、つく！すごくないかこれ。パソコンつけて、モニターつけたら、ちゃんとつきましたね。お、なんか壊れた。え、怖い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 。もうね、光加減。しっかりとゲーミングライティングしてて綺麗ですね、これも。ちょっと内見させていただきましょうか。申し遅れました。私、不動産屋のハリソン日野です。皆さん、もっと大きな山を狙いませんか？死人がゴロゴロ出るような山を、ハリソンです。ということで、ハリソン日野として、ちょっとこのお家の物件を見させていただきましょうか。こっちは何なんだろう、この謎の扉。はい、うお、ドリームコアに繋がったぞ、これ。シャワールームか、もしかして。ここで、シャワーを受けることができると。こんな感じに、洗い場があって、え、こっちは？わ、プール！豪華すぎるだろ！わ、すご！わ、どっからどう見てもマジでマイクラじゃなさすぎる。フォートナイトのクリエイティブみたいなやつって言った方がしっくりくるんじゃないかってぐらいのリアルさですね、これ。ちょっと一旦水もくぐっときましょうか。おー、すごい。なんか僕の顔色が悪くなっちゃった。さあ、こっちはもうリビングですね。テレビがあって、で、スピーカーもある。で、ここに座ってテレビを見る、談笑することもできると。なんか鳴ったけど、これ予想します。うま。おぉ、絶対そうだ。ここでね、うまうまを踊ることもできると。なんでうまうまなのこれ。うま。ふっ。こっちはね、なんとも素敵なキッチンがあります。これだったら、奥さんたちも大喜びでしょ。オーブンもあるんだ。ここでバーベキューも作れるじゃん。ちょっと、いい暮らしすぎないか？ 2 階もあるんで2階。ここは、何のスペース？これ。見合うスペース。イチャイチャスペースあるけど、逆側に座ってくれる人募集中です。あ、これ寝室。こんな感じに寝ることができると。まあ、子供部屋みたいな感じでも使えるかもしれませんね。そして、こっち。まあ、広。何 LDK だこれ。こっちも寝室。寝室何個あんだこれ。で、こっちは、
あ、パソコン、またゲーミング。ゲーム実況者のお家かなんかなんですかね、これは。で、こっちも、うわ、ここまた寝室？寝すぎじゃない？ちょっと。こっちは？あ、こっちトイレ。うわ、全部スケスケ。これエッチですね、ちょっと。全スケ。風呂トイレ。お風呂入ってる時とか、ここでこうしながらさ、うむうむってこう見ながらするってこと？これ。すごい趣味だな。夜はこの自然なね、温かみのある光が光ってくれます。そして、ゲーミング部屋は？おー、すごい。めちゃめちゃゲーミング色してる。パソコンのブルーライトもしっかりと表現されてる。めっちゃ綺麗だね。ちょっとこれリアルすぎるからさ、どっか写真撮って引っ越しましたってツイートしようかな、これ。この写真だけ撮って、引っ越しましたってツイートします。ちなみにね、ツイッターやってるんで、皆さんこちらのツイート、いいねリツイートしてガチっぽくしてくれると嬉しいです。フォローも待ってます。ということで別の方が作った高級ヴィラにやってきました。最近まさにヒカキンさんとはじめ社長がこんなところで動画出してたよね。そこに僕も行くことができると。こんにちは。すごいよこれ。見てください、この光の入り具合。これシアタールームか、もしかして。これはこういう家住みたいね。ここでシアターが見れるっていう。そしてたくさんのチルスペース、ここチルスペースありますね。そして当たり前のようにプールがついてくると。うおー、今度顔色いい。こんな感じに食事ができるスペースであったり、バーみたいなキッチン。ここもなんと当たり前のように鏡張りのお風呂みたい。金持ちはスケベが多いんすかね、これ。今さ、見てて気づいたんだけど、マイクラ感がちょっと薄いのって、この斜め加減というか、これがあるからだわ。やばい、説明しようと思って、殴ったらもう全開しちゃった、ヴィラ。何万円の損失なんだろう、これ。多分さ、このデフォでついてる、この斜めブロック。これがかなりマイクラ感を薄めてる要因になってるかもしれません。第3次ということで、続いては街に来ました。ちょっと一部ブロックがね、なんかバグっちゃってるんですけど、見てください。この東京駅間。いや、東京駅行ったことある。東京駅はね、ガチこんな感じなんですよ。これがずらーっと並んでる。ちょっと、お家へお邪魔しまーす。やばい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 。すーごい。めちゃめちゃ綺麗だね。マジで、お金持ちのお家って感じする。ヒカキンさんの昔のお家とかじゃない？これ。ヒカキンさんいないかな？このなんか川みたいなやつ、めちゃめちゃリアルだけど、その代わり死ぬほど重いですね、これ。ちょっと離れましょう、早く。やばいやばい、重すぎ重すぎ。この重さと僕の手を見ると、これはマイクラなんだなって再実感しますね。これ今、いろいろ物件巡って思ったんですけど、普通にこのリアル具合だったらさ、マイクラで建築しちゃって、不動産の内見とかも、マイクラの建築を使って、こんな感じのお家ですよっていう風な表現できそうだよね。特にこんなビューっぽい感じのお家だったらなおさらできそう。いや、ちょっとこういうお家本当に住みたい。一組のお家って感じですね。この動画を見てる人でこんな感じの家に住んでる人はコメントで教えてください。遊びに行くので。ということで今回はマイクラの建築を超リアルにするモッドをプレイしてみました。現実でもこんな感じの家に住んでチャンネル登録者を呼んでパーティーしたいので、この動画がいいなと思った人はチャンネル登録・高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。